Please select your character. Heaven or hell? Duel. One. Let's rock. 拾ってダウン取る。こっち目は足合い系マッパー拾ってダウン取る。こっち目は足合い系からバーキャンスロシー角田がしっかりバーキャン対処。ここからバーキャン厳しいが何とかこのバーストをうまく使って立場まで行きたい。 TP 系からその場を誘って、さあスレイヤーが ポパン仕様のコンボさあしっかりバーストを耐えたので、ここはバイケンバーストを打てない。さあまず先方先制したのは笹田さんのスレイヤー。続いて地方戦、俺は地方って呼んでる。で3回戦目を大将戦って呼んでる。<笑>はい、では地方戦、 ヌコ先生さん対するは友井さんのバイケン。あどうぞスタートボタンを押してください。さあまたもや登場したバイケン。今度は黒いよ。バイケンが畳み合い勝負して牽制していく。復活に仕掛けない上に。 さあ、たまりからおっとジャンプで下がる。うまい棒で切り返す。いい連打からの下段しっかりガード。さあ、畳みが当たってコンボ1個の塗りがバースで回避。さあ、小屋さんに突っ込んでてバイケンが折れて逃げる。さあ、ミスト。今回レベル1ミストが少ない。さあ、コインタイク。アンタイクショーなので、あーっと若干コンボミスが見えられるが、いいですね。コインから投げ。さあ、コインでレベルを上げる。 さあジャンハイ下がり返しレフトでは、ジョニーがうまく切り返す。さあテイクダッシュ下がるが、さあどうする、カバリが爆発的に下がって、ここを見せる。ジョニーはちょっと、暗い判定が少しなので、しっかり全4コンボを決めていきたいところ、畳みを出して、距離を離す、カバリから、さあお互い様子見。さあ立ち合いが、空中カウンターにいいところは美味しいっしょ。黒ビートは料金しない。さあジャンハイ下がり返しは完璧だな。テイク、ツバメ。 ラウンドを取るはジョニー。遠征が、ツバメっていうとなんかライチが出てくる。さあ、大里にはカウンターヒットから、はいはいに拾って、ジャンニーで締める。さあ、カバリセンターに1個、畳みが暴れ、そして君に入る。さあ、下段が、パーティーが。さあ、ジョニーに囲まれて厳しいが、さあ、クーナゲ、ワンチャン掴んだ。 こっちでは、さんから、さあ、ジャンディが手伝いに行ってた。さあ、またもや、中距離から行ってるんじゃないか。さあ、何するしよう。ロケはパーティーがうまく投げられない。さあ、バスはアウトを使う。アウト、後がなくなったバイキン。さあ、ジャンプ系からのエリアル。さあ、なんか不思議な当たり方をするために。さあ、下段が当たり、上段がたまらずバスと。さあ、ジャンディが向かいにくれて、ふわりやら。 さあ、カバリ、ここからしっかり確実つないで、ラウンド取り返す。
バイさんのバイケン最終ラウンドをさ上段ミッドが当たってバイケンが早くも画面上げをさあコインを縦にして固めるさあ投げからコマを上げるじゃないかもう1回だけコインを当ててレベルを稼ぐ2番プレイはスカリーザクロで追加してテイク4番手さん次当たりからさあ投げ潰しから暴れ潰しこれは拾ってジャンピングしてる投げ潰しからの投げ立ち合いが畳が出ないがあれ受け身がりかさあこれはバイケンはカバリ先端と畳を縦にして挟まっていくスタイルさあカバリを使ったここで徐々に体力がさあどんどんやったところをバーフェクトさああのジュニーの火力とゲージならワンチャンあるさあジャカンドで突っ込んでいくさあどうするあっと畳からの下段さあ時報先制するは小森さんのバイケンさあということで対象戦ササササンスレイヤー対するは小森さんのバイケンさあスタートボタン押してくださいバイケンスレイヤーさあ開幕はバイケン下がるカバリ先端を狙っていくさあ K マップ編で近づいていくが切り替えされる投げ潰しからどうする何がいさあダンジステップはジャンケイで潰すさあジャンケイで繋ぎにしておっとさあお互い接近戦でのラブレーが激しいさあ画面端に向かって投げるバイケン発射からバースタイムさあお互い今度はビッグ見てさあ畳が回転されるさあ今が体力が5分か若干バイケンに行くかまだわからないテンションゲージお互い 50% ありますがまあゲージを持ったスレイヤー怖いのでバイケンは浮かすなことができないさあスレイヤーはテンポに歩いてテンションゲージをちょっとずつ稼いでいくさあ、モスメグ畳の畳につけ画面端が見えるさあ、代わりの畳で接近戦に持ち込まれないように立ち回る下前キーからレッツつけおーっと、これは熱い読み合いお互いゲージを張り切るさあ、軽量級のコンボさあ、フェイントから投げハイキーが当たるたまらずバーソースがさあ、これはジャンケンにバーストを合わせてしまったバイケンの読み負けでしょうさあ2ラウンド目バイケンテンションあーバーストゲージが空っぽでかなり辛い戦いになりそうださあ K マッパでダウン取ってゲタはバックスで回避さあ下位チェイスを置いてカウント1個狙うさあ対抗はしっかりホルトですさあ頑張りがカウント1個が出番がちょっと早いさあオーレンで画面端に逃げるさあモモモで出した中段から一発内で起こしてしまうが画面端キープさあ SPK から浮かせて片身につないでさあお互いまた体力がここに近づいたバイケンも徐々にバトゲージを回収しているカバリからあーっと騙されてしまうさあ立派で受け取りはしっかり受けるジャッキで締めてさあバイケン前へ行く感じですがバーストを警戒したかお互いじりじりとテンションゲージお互い 25% さあスレイヤーはテンションゲージ50までたまるさあ来たこれがスレイヤーだ勝ったのは笹田さんのスレイヤーはい続きまして C チーム対 D チーム、代表の方じゃんけんして第